やっぱり機動戦士ガンダムが画期的だであったことの一つは、この重力無重力、重力がある無重力であるっていうのをちゃんと書き分けてることなんですね。アニメ漫画やはですね、機動戦士ガンダム講座のもう第7回になりますね。第7回になるんですけれどもですね、敵の補給艦を叩けっていうですね、第3話もう1話30分なんてのは無理なんでですね、ここから先はもう延々1話についてだいたい1時間とか1時間半で語るというのばっかり、になると思います。エピソード3、敵の補給艦を叩けのですね、3回あるんですの第1回ですね。でいつも通り前半は無料で、後半は岡田敏夫ゼミのですね、有料会員のみにお届けしています。興味ある方はですね、月額500円のゼミにですね、ぜひ参加してください。今なら過去に配信した動画見放題ですっていうですね、定番のですね、やつを話したところで、今回のですね、これから話すですね、ガンダム講座のですね、見どころです。まずですね、1分目のところでですね、ガンダム全セリフっていうのの紹介をしてます。ガンダム全セリフ集っていうですね、サイトがあって、これ2年前にですね、この全講義、ガンダム講義の中で話した時はまだあったんですけど、これジオシティのブログサービスだったんですね。ジオシティのブログサービスがもう終了しちゃったのでですね、代わりのブログをですね、ちょっとリンク用意しました。あとですね、11分目ですね、ガンダム講義今から見せるやつの中のですね、11分目にですね、遠心重力区画の話があります。僕はですね、講義の中で遠心重力区画をここっていうふうに言ってるんですね。ここにメガ粒子砲が入ってるんですけど、この周囲の部分がですね、遠心重力区画と言ってるんです。でこれ実際は違って、今のですね、公式設定ではホワイトベースのですね、中央部にですね、ここに2つ遠心重力区画っていうのがあって、わかるかな、はいはいはい、これがですね、まあぐる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 回ってという設定になってるんですね。これですね、ホワイトベースの内部機構の3面図がですね、アニメ雑誌とかに載ってたガンダム放送当時1979年あたりではですね、僕が覚えてる限りではここだったんですよ。理由があって、なんでかっていうと、実はですね、もう今サンライズとかバンダイの公式ではここになってるんですけど、この直径ではですね、遠心重力を発生させることができないっていうかですね、確かに足首あたりでは 1G なんですけど、こんな狭いというか小さい直径でぐん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 回して遠心重力を発生させても、それはその人間の足首くるぶしあたりでは 1G なんだけども、頭あたりではですね 0.3G ぐらいにしかならないっていうですね、やつで、やっぱ最低でもね、僕は直径がそうですね、8メートルから12メートルぐらいないと、人間が歩くですね、人工重力をですね、この分回しですね、振り回しで作るっていうことはなんかできないというふうに思ってるんですけども、僕がですね、読んでた時代のあれは何だったっけな、アニメックとかね、アニメじゃなくてね、ジアニメかなんかだと思うんですけども、ホワイトベースの3面図で確かこっちになったと思うので、ちょっと間違えてました。今のうちに訂正しておきます。まあ事前にあれこれ言うのはですね、ここまでです。そうですね、今ちょっとコメントであったんですけども、まあここら辺のですね、問題点を回収するために、ゼータガンダムでですね、アーガマという宇宙戦艦はビームを伸ばしてですね、ビームの先に棒の先にですね、遠心重力区画をつけてぶん回すっていうですね、かなりなんていうかな、納得できるという設定になっているんですけどもですね、事前にあれくり言うのはここまで、2回目ですね。それではガンダム講座始まります、お楽しみください。というわけで、じゃあ次のシーン行きましょう。これですね、カット変わってですね、遠心重力区画です。パオロ艦長とブライトさんはですね、会話してて、ブライトさんが分かりましたって言って部屋を出るんですね。カットつながりです。で、カットつながりで行くと、そうすると次のカットがですね、食料を運んでくるですね、フラウボーと子供たちっていうのが部屋に入ってくるシーンにつながるんですね。これだから、ブライトがパオロ艦長がいる病室、上にこの病院のマークがありますね、病室のマークがあります。そこから出てくるのと、この難民たちが、避難民たちがいる部屋に食料がいるっていうのを同じカットで見せてる、いわゆるつなぎのカットなんですけども、注目したいのはですね、この地面、床が後ろに向かってせり上がってるところです。これ遠心重力区画ですね。遠心重力区画、ホワイトベースでどこにあるのかというとですね、ここです。これホワイトベースのおもちゃの写真持ってきたんですけども、ホワイトベースというのは巨大な船で、全長が250メートルぐらいあります。この部分、この輪っかになってる部分、
はですね、真ん中にメガ粒子砲というですね、ビーム砲、光線砲があります、ね。まあ、レーザー光線みたいなもんですね。それがあるのでですね、ついつい見てる人はですね、この巨大なドーム、丸いドームっていうのは、まあ、武器を入れてるんだと思うんですけど、これついでについてるだけであってですね、実は主に使ってるのは遠心重力区画というやつですね。直径50メートルあります。で、計算してみたんですけども、だいたい1分間に10回転ぐらいしてることによって、1G の重力を作ってるわけですね。ここにビーム砲があって、この頭のところにですね、主砲と言われる大砲があります。これまた後で解説しますけども、一応こんな構造になっています。なので、この今見せたですね、ホワイトベースの横にある円盤部分がですね、1分間に10回転、6秒で1回回ることによって、重力を発生させてるわけですね。疑似重力ですけど、それがこの後ろに向かってせり上がってる床になるんです。ホワイトベースではですね、ホワイトベースに限らずこの機動戦士ガンダムの世界では無重力空間っていうのがすごくちゃんと描写されてるんですね。無重力空間をちゃんと描写してるからこそ、普通に人間が歩くシーンっていうのが欲しいときは、こういう人工重力っていうか遠心力による疑似重力の部屋を出すことになります。パオロ館長とかは病人で倒れてるので絶対に重力が必要なんですね。っていうのは、点滴をするときでもですね、液体っていうのは重力の重みで人間の体の中に流れていったりするのでですね、無重力空間では医療がすごく難しくなってしまう。なので重力空間っていうのをちゃんと作って、無重力に慣れてない避難民とかですね、あとはパオロ館長などの病人っていうのは全部そこの区画に入れることになる。でも、まあ、元々の軍人さんとか訓練を受けてる人は無重力が平気だから、ホワイトベースで言えばブリッジっていう場所にいることになります。このあたりですね、いち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 ガンダムのですね、もう10話とか20話ぐらいになってくると、無重力とかですね、このアニメの中でどのように表現されているのかっていうのを話すのが、まあ、かたるくなってくるんですね。もう1話から、まあ、何話かまで、5話ぐらいまでの間はいち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 そういうシーンがあるたびに解説しますけど、どうもすみません。やっぱり機動戦士ガンダムが画期的だであったことの一つは、この重力無重力、重力がある無重力であるっていうのをちゃんと書き分けてることなんですね。後にですね、フラウボーがアムロのところに行く時もですね、無重力空間を使うがゆえの演出っていうのが出てきます。この後ですね、ブライトさんは、まあ、セーラさんと一緒にですね、パオロ館長のお見舞いに行きましたけども、お見舞いの後エレベーターに乗ってブリッジに上がってきます。ブリッジっていうのは、まあ、ホワイトベースの指揮所ですね。全体の指揮をする場所です。そこでですね、ブライトさんとセーラさんでセリフのやり取りがあります。ここでちょっとブライトさんがムっていう顔をして顔しているのは、まあ、いくつかセリフがやり取りがあった後、ブライトさんが思い切って自分のことを話し始めるんですね。宇宙に出たの。セーラさんが、え？ブライトが、初めてなんですって言うと、セーラが割と冷たく、エリートでいらっしゃったのねっていうふうに返します。でブライトはムッとして、もう不機嫌な顔になって、皮肉ですかっていうふうに言うと、セーラは、皮肉は禁物で、弱気は禁物でしょブライトさんというふうに返します。これよくですね、ガンダムのファンの人たちが早くもブライトナンパ始めたみたいに語ってるんですよね。つまりなんかこうブライトさんは後にですね、未来さんとまあ恋愛して、最終的にはですね、次のシリーズでは結婚までして子供まで作る感じになってるんですけれどもですね、この時はまだまだ地味なですね、ちょっと小生意気な小太りな未来さんよりは、スラッとした金髪の美人のセーラさんの方に目がいてたんではないのかというですね、それは男として当たり前かもわからないんですけども、はい、前半ここまでです。いかがでしたか？最後の方でですね、ブリッジっていう言葉が出てきます。これはブリッジに上がるエレベーターで、ブリッジっていうのはホワイトベースの、まあ、指令室みたいなもんなんだけどっていうふうに言ってて、ああいう部分が例えば分かってる人にはかったるいですよね。ただこのもう本当にね、何万人という人に対して話す時っていうのは、見てる人の知識レベルがこう違いすぎるわけですよね。なのでブリッジっていう言葉を聞いたら、すぐに環境っていう感じ、軍隊用語というかですね、船舶用語が頭の中に環境って感じが浮かぶ人もいれば、なんでブリッジっていう、なんで橋があるのっていうふうに考える人もいれば、ああなるほどね、確かに昔帆船時代に帆船の帆の上にまるで橋のように横向きに、ついてたから、それでブリッジだなというマニアックな知識をお持ちの方までですねいろいろいらっしゃる。その人らに向けて機動戦士ガンダムってアニメの話をするときに、じゃあどこら辺かなと思ったら、まあブリッジって言ってもあんまりピンとこない人に向けて、まあ一応解説してるので、こういうかったらい言い方になります。この後ですね、
今で15分37秒までですねやりました。今日は31分ぐらいあります。後半はですねセーラーへのなんでブライトさんは声をかけたかと、一般的にはこの時まだブライトは未来との恋愛が進んでない、進行してない状態だから、なんかセーラーさんに対してナンパみたいに声をかけたというふうに思われてるんですけど、僕の解釈は違いますって話をします。これはブライトなりのその戦略なんだっていう話。この次にですねシーン変わったらですね、次はムサイ、ジオンのムサイという戦艦のやっぱブリッジの中になって、シャアのシーンになりますね。ドズルとの通話シーンですね。でブライトの焦りとシャア・アズナブルの焦りっていう両者のですね置かれてる立場による焦り方の違いっていうのを、まあ、話してみようと思います。実はね今回のですね第3話の1回目の肝はですね23分目あたりからなんですね。ガンダムを整備中のアムロにですねフラウボが差し入れに行くんですけども、差し入れのシーンのカットごとの解説ですね、これカットごとに解説しないと本当にねそのシーンの凄さがわからないんですよね。実写とアニメの違いっていうのかな、アニメはカット割り、どこでカットを切り替えてどういう構図にするのか、演技っていうのが発生するってですね、これ実はマーベルが今実写映画でやってることなんですよ。マーベルの今のエンドゲームなんていうのは完全にそれでできてるんですけども、どういうカット割りをするのか、その時にカット割りをした時にどの構図で見せるのかで演技っていうのをさせてる、俳優の演技というよりは構図の演技で作ってるっていう話なんですけども、まあこれをですねようやっと今マーベルとかがやってると、まあ時代はですね40年遅れでやっと富のアニメに追いついてきたなと思います。というですね、まあ後半の方を見たいのでですね、できれば有料放送の方も見てください。細かいながらも生活や医療のために欠かせない重力区画の描写もしっかりしている、こういうリアリティがガンダムの面白さを引き上げているんですね。動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いします。